あのね、私ですね、最近300ヤード飛ばそうと日夜頑張っております、はい、50歳の、もう今年50歳なんですよ。こんなことやってますけど、今年50歳 で300ヤードを、まあ、機械で、まあ、データなんですけどね、出したいなと思って、はいはい、やっぱクラブの助けがないと出ないんですよね。やっぱ飛ぶクラブを、ね、探したいなと思ってる。とりあえずドライバー探していいですか。でもね、ちょっとテンポがね、大きすぎる。これ、ドライバーはどこに売ってるの？やっぱりね、このパートナーさんって言ったら僕は、まあ、新品もいっぱい売ってるんですけど、やっぱ中古の掘り出し物を見つけたい。ということで、ちょっとざっと行ってみます。ここは何コーナー？ここは…メーターごとに分かれてる。そうです、そうです。ああ、そうなんだ。ここはセクションがあって、あ、フローレがした。あった。いきなり見つけてしまった。見てこれ。親父仕様って書いてあるけど。親父仕様です。これね、これグローレリザーブっていうクラブなんですけど、まあ、これ結構、まあ、何年、まあ、4年ぐらい経ってると思うんだけど、これね、見て、このケース、これね、宇宙素材のね、グラファイトをね、もう何層にも重ねてあるフェース素材なんですよ。で、僕ね、これね、テーラーメイドの日本のね、社長さんに聞いたの。で、要するにこれ、すっごいコストがかかってて、アメリカだとこれ、発売できないかったのって、要するにアメリカでこれを作っちゃうと、値段が高くなりすぎちゃって、ちょっとそのアメリカのそのドライバーのその相場の価格だともう収まらないんで、要するに日本だからできたんですよ。これね、見て、定価がね、税込み価格と10万8000円、もう10万円オーバーのクラブだったの、はい、それがなんと24,980円で、これ私もう何回も打ちましたけど、めっちゃ飛びますこれ。で、発売年も3年ぐらい、ちょっとまだ3年ですよ。3年で4分の1になってるね、これ。そうで、これはね、ほっとこのフェイスのね、反発、興味持って聞いてもらってる？ あんまり今興味のない目をしてたけど、大丈夫か？ちょっと考えてみるちょっと俺の思い入れが強すぎちゃった。そうそう、すいません。これだけど、本当ね、これはですね、僕ね、ちょっと値段にびっくり、安い、これ。これね、皆さん、もし近くのゴルフパートナーさんで、このフローレリザーブ見つけたら、これ買った方が僕はいいと思います。はい、これすごく弾きがいいし、まあ、これルール以内だと思うし、はいはい、いいですね。これはね、まあ、親父仕様って書いてあるから、まあ、30代とかね、そういうゴルファーっていうよりやっぱり40、50、60、70ぐらいな感じのゴルファーの方が飛ばしたいと思ったら、僕ぜひおすすめ。いきなり見つかった、はい、そして、下ね、隣にまた面白いのがあるよ。隣にまた面白いのが出ました。 SLDR SLDR と読みます。これ僕なんかスライダーとか言ったら、スライダーじゃありませんってテーラーメイドの人によく怒られてましたけどSLDR、 これはもうこの、見てください、この重りをこう横にこうスライドさせて重心位置を変えることができるという、まあ当時でいうこの横っていうのはなかったので、当時としては画期的な、着脱な感じですもんね。そうで、これはですね、出したところ、要するにスピンが低スピンなんですよ。はいはい、で、球が上がらないぞというこう、まあ、ゴルファーが続出したという、ただだからこそこれは吹け上がっちゃうゴルファーにはすごくいいで、しかもこのシャフト MT この黄色MT ね、一時期みんな黄色になったことがあったんだけど、最近あんまり黄色じゃないんだけど、これも非常になかなかね、アマチュアにいいシャフトなの。宮里アイプロとかも本当すぐ使ってましたけど、非常にこれは扱いやすいというか、もうアマチュアのスイングに反応してくれるシャフトなんで、僕はこの黄色の MT を見つけたら結構目がいってしまいます。はい、でこれ15,000円、安くないですか。もう激安です。いいな、これ15,000円ですよ。これはね、だけどちょっと候補が
なんかちょっと連れて帰りたい感じ。連れて帰りたい。ちょっと17日ここ嫌だけど、まあこれずらせるんで。これはちょっとキープかな。楽しいねこれ。そしてこれもなんかちょっとあの、あ、これもとか言ったらもうなんかここにさりげなく M1 がいるんだけど。もう M1 がいいの？すいません。もう中古で入ってます。話題の M1 もう中古です。はい、まあ49,900円結構まだね値段は落ちてないんですけど。去年ですね。去年の年末でしょ。まあだけどこれはもうあれですよ。もう M1 といえばなんかジェイソン・デイみたいななんですけど、やっぱりこれもうすぐ結果を残し始めているそのトッププロの間で評判が高いプランですよね。4万、まあだけどこれが中古で手に入るっていうのがこう。まあ、M2 っていうのも今出たばっかりなんですけどね。で M1 打った方、あの M1 打ったことない方も結構多いので、まあ、ちょっと 打ちたいなって感じです。この間小山さんが行った時は新品だけだったんで、はい、まあ、もう中古が出てるってすごい嬉しいね。1回打ったらもう新品は中古になっちゃって、贅沢な人が多いね。そしてなんかちらっと、あ、あでね、いろいろまああるんですよ。あのピンの G30 ももうあの今年 G っていうモデルに変わりまして、で G30 がもう要はその、まあ、型落ちになりましたけれども、あの G30 はこれはまあもうおすすめですよ。これはね僕ね G30 は買おうと思ってます、正直言って。でいいシャフト、あ、いいシャフト入ってるじゃんこれ。アッタス6が入ってます。これいいね。あのですね、結局日本の、ドライバーと海外のドライバーの違いっていうのは何かと申しますと、まあ、僕の考えるところですけど、欧米 の、 そのドライバーショットってもう満振りなんですよ。基本的にもう思いっきりバーンと打つんで、そういう時にちゃんとなんていうのかな、反応してくれるというか、もう、まあ、棒を振る感じでトップ袋をバーンと振ってくるので、そういうなんていうかな、流線形というか、そういうイメージが出やすいというか、まあ、自然にあのこうヘッドターンするようなあのヘッド形状のクラブが多いんです、はい、ただ日本のゴルファーってインパクトでポンと合わせるボレーみたいな感じで打つ方が多いんですよね。それはプロもアマも。なので割と日本 の、 あのメーカーのドライバーっていうのは割とその直線イメージとか、どこかに直線イメージがあるんです。そう、日本はだからもうボレーなの、ボレーボン、そういうイメージ。そうするとやっぱりこうなんか例えばフェース面がスクエアに感じやすいようなヘッドの方がイメージ出しやすいんですけども、欧米のプロはとりあえずバーンと振るので、こういうなんていうかな、まあ、全部が曲線ですよね。割とこの丸いイメージというか、もう曲線イメージで、どっちかというと日本 の、 ヘッドってここがスパーンと曲線になってるようなものが多い、割と好まれるんですけど、欧米はそうでもないというような違いがあります。というとこの G30 は僕はこれからまあじわじわと値段下がるかもしれないので、もう今すでに 3万3000円まで下がってきてるので、これはおすすめですし、もうこのねアッタス6、これがなかなかいいシャフトです。アッタスはタイミングが取りやすいのなので、これもちょっとこれもキープ。はい。なんかこれ品揃えがあまりにも多すぎてですね。まだね。なんかね進まないんだけど。